建築工学専攻の山口です。それでは今日は皆さんに公共施設を設計するということについて講義をしていきたいと思います。まず皆さん、公共施設というのはどういうふうなイメージでしょうか。一般的にです、皆さん住まれているのは住宅というふうなイメージがあると思いますので、施設というものについてのあまりイメージがないかもしれませんが、実は皆さんの周りにはですね、例えば学校、病院、高齢者施設、オフィスビル、すべてですね、いわゆる施設と言われているものになります。その中で公共的なものが強いものを、公共施設と言っております。それではですね、この公共施設というものの歴史をちょっと簡単に振り返ってみたいと思うんですけども、例えば、高齢者施設などについてはですね、最近の少子高齢社会であったりとか、例えば共働き夫婦というものが多くなるようになってから、高齢者施設というものの需要が増えてきました。またですね、例えば図書館なんかをですね、産業革命以降ですね、市民の知識レベルを上げるというために多く普及してきた建物になります。で、この皆さんのですね、学校と言われているものとか、オフィスビルというものもですね、同じように産業革命以降、例えばですね、子どもたちをしっかり労働者として育て上げる、例えば会社のですね、業務を効率化する、そういうために生まれてきた建物というものが学校であったり、オフィスビルであったりするわけです。非常にですね、公共施設と言われるものは専門特化してきているというのに大きな特徴があるわけですが、実はですね、その設計をするときの一番大事な基本的な資質というものに、利用者の視点というものがあります。住宅を設計する場合ですね、例えば皆様が施主、例えば建築主というふうなことになれば、お金を出す人と、住む人というものが一緒ということになりますので、設計する側にですね、自分はこんな家に住みたい、こんな夢を持ってるんだということを直接伝えることができます。しかしですね、公共施設、オフィスビルだったり、例えば駅であったりとか図書館であったり、そういうものをですね、建てる建主と言われているものは自治体の方であったり、もしくは事業者さんだったりします。要するに利用者である市民の方、皆さんがですね、実際の設計に関わる立場というものがほとんどないわけなんですね。そうしますと、どうしても利用者不在の計画、利用者の人がどういうことを求めているのか、どういうニーズを持っているのかということがわからないまま設計してしまうということが怖さとしてあります。ですから、建築を学ぶ人、設計をする立場としてはですね、ぜひ利用者の視点というものを基本的な資質として身につけなければいけないということがあるわけなんです。じゃあ、どういうふうにですね、この利用者の視点というものが身につけれるでしょうか。例えば保育園を設計したいというときに、子どもの視点というのはどういうものなんだろうか。高齢者施設を設計する、じゃあ高齢者の立場に立って考えるというのはどういうことなんだろうか。意外とですね、我々元気な、例えば成人男性であったり、成人の女性であったりしますと、考えにくいことばかりです。そこで今日はですね、いくつかの体験キットを使ってですね、皆さんに利用者の視点ということを学んでいただきたいと思います。はい、お疲れさん。実際に車椅子体験してどうでした？こんなに大変だと思わなかったです。やっぱ高齢者になるとやっぱり大変よね。そうですね、車椅子ね、なると本当にこう3歩くらいの段差でも本当に非常にこう長いスロープを渡ってこなくちゃいけなくて非常に大変になります。だからやはり段差っていうのをいかにこう解消していくかっていうのが、バリアフリーの時にはとても大事になりますよね。するか、落としちゃう。多分もう細いからそんなもん。で、左手で見ます。もうそれでは今から高齢者体験キットを使って高齢者の疑似体験をしてもらいたいと思います。それでは今からですね、あちらのトイレまで歩いてですね、高齢者になったつもりで歩いて行ってみてください。で、最後に自分がいつも歩いている距離と、そして高齢者になった時の距離ではどんな風に違うかというのを考えながら歩いてみてください。じゃあ、それではスタートしてください。はい、どうもありがとうございます。実際に高齢者を体験してみていかがだったですか？はい、周りの視界も悪くて音も聞こえにくかったり、膝も、自由に動かなかったので、普段感じている距離がすごく長く感じました。
今度ですね、実際に自分が高齢者施設の設計をするときにはどんなところに注意しなきゃいけないと思いましたか？お年寄りの人が周りの環境をどう感じているかっていうお年寄り の, その体のことを理解した上で設計しないといけないと思いました。はい、ぜひこれから設計するときにはそういうことを注意して設計していってください。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。それでは皆さん、さまざまな体験をしていただきましたが、どうだったでしょうか。最後にですね、実際に利用者の視点から見た計画ということで、私が実際に携わった高齢者施設の計画についてご紹介したいというふうに思います。一般的に高齢者施設は大規模な病院というふうなイメージが強いと思います。しかしここではですね、住人の方の視点から誰でも気軽に入ってこれる高齢者施設というものを目指しました。そのためですね、大きな建物ではなくて小さな建物を分棟形式で配置するというふうな計画であったりとか、地域の人が気軽に入ってこれるような道路というものを提案しております。次にですね、こちらは地域交流スペースというものになります。福祉施設はですね、介護が必要な人だけが利用する施設ではなくて、誰でも気軽に利用してもらいたい。例えばここの後ろに写っているのは市営住宅の方の、市営住宅の建物になります。市営住宅の方がフラッと来てですね、こちらでお茶を飲んだりとか、子育てのサークルをしたりとか、まあ、そういうふうな活動に使っていただきたいというふうに思い、このようなガラス張りの地域交流施設を設けております。で、次にですね、内部の方に入っていきたいと思います。ここは特別養護老人ホームというふうな施設になりますので、要介護の高齢者の方が日中生活を送る建物になります。しかし要介護の方は、まあ、車椅子に移ることが難しい方、もしくは寝たきりの方もたくさんおられます。そこで少なくともですね、お部屋に一人になっても寂しくないように、例えば障子でですね、間仕切りを設け、リビングだとかダイニングの雰囲気が伝わるような計画をしたりとかですね、実はここにベッドがあって、こちらがおトイレになります。まあ、おトイレに行くのもですね、非常に歩くのがつらい、皆さん体験キットですね、さまざまなこう一歩一歩がつらいというふうなのを体験したと思います。そこで実際におトイレをすごくベッドの近くに設ける、このようにですね、高齢者の人が少しでも排泄を自立したい、そのためにおトイレを近くする、だけども高齢者の方のですね、環境に気を使っておトイレらしくないようなデザインにしていくと、まあ、そういうふうな気配りをしていくことによって、まあ、高齢者施設というのを作っていっております。次にですね、こちらはですね、高齢者の方たちが日中を生活するリビングというものになります。自宅で生活していて高齢者施設に移ると、やはりですね、一人ではなくてみんなとワイワイ過ごしたいというものが思いとしてあると思います。そこでここではですね、10人の人たちが一緒に食べれる食堂であったりとかですね、ゆっくりくつろぐことができるお部屋であったりとか、まあ、そういうものをふんだんに設けております。で、ここでちょっと注目していただきたいのがこの手洗いのスペースになります。車椅子の方でも気軽に利用できるよう、手洗いはですね、低く設けているということにも工夫しているわけです。このようなことからですね、先ほど体験していただきました車椅子、じゃあ車椅子で生活するにはどんな工夫が必要なのかということを導き出していけるんではないかというふうに思います。このように在宅から施設に移ってくる、しかし決して施設で寂しくないように10人で一緒に過ごせる空間であったりとか、一人のプライバシーが守れる空間であったり、もしくは地域とのつながりを感じれるようなしつらえというものを工夫しながら作っていった、これがケアタイムの立場だということになります。あくまでですね、これは一事例には過ぎませんけれども、ぜひ皆さんがですね、設計されるときには、例えばオフィスであれば実際の利用者の立場に立ってどういうふうなオフィスが必要なのか、病院であれば患者さんの立場に立ってですね、どんな病院が必要なのかということを考えて設計していただきたいというふうに思います。建築学は美術館に行ったり図書館に行ったり、空間を体験することで学べる楽しい学問です。近畿大学建築学部ではさまざまな演習や体験型の授業が用意されています。ぜひ私たちと一緒に楽しい授業を作っていきましょう。